そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり後の言葉迷いながらそっと言った。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。はい、もう一回。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり後の言葉迷いながらそっと言った。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜もね、酒井さんの薪の明かり歌いました。今日は本当に0時に回っちゃった。遅くなっちゃったね。疲れましたね。まあなんとかでも無事生きてますんでね、こんな風に生存確認してますよ。いつものようにさりげなくね、いつものようにさりげなくね、生存確認の一環としてこんな風に配信してます。2017年8月の24日木曜深夜ね。どうもこんにちは。あ、どうも特にありがとうね。金坊さん、平さん、どうもありがとう。 ルナさん、どうも。遅くなっちゃったでしょ、疲れた。わかんないね、フランキー全然わかんない。あるよ、新橋、年中歩くよ、新橋から東京なんかよく歩く。うん。新橋からよく、あれ、アウトドア会議とかでさ、よく歩く。だって、前に歩き配信の時さ、羽田空港まで歩いたことあるもんね。よく、だって、羽田空港、そう、羽田空港まで歩いた時。まあ、帰りは電車で帰ってきて、行きはさ、当然、東京新橋間なんて当然通るからね。うん。死んないかな、あれ、新報さん、その頃。僕結構ね、羽田空港が、今第3ターミナルか。国際線ターミナルできた感じが数年前に。それで話題になってたんでね。歩き配信でしたことあるんだ、あれ。こっち町屋からずっと歩いて、羽田空港まで。
ちょうど東京新橋間歩くからね。そんなかかんだって、山手線で2駅だもんだって。有楽町新橋、そんなんないよ。山手線で離れてんのはやっぱあそこだよね。品川前後、品川ね、あそこ一番長いよね、品川のとこね、玉置品川のとこね。分かった、あれ。そうよ。こんにちは。お互いにお疲れ様ね。無事帰ってない。もちろんスティッカーもしながら YouTube ライブやってますよ。もう、夜が明けて仕事だからね。夜が明けて25日、休業日だね。あ、今週ね、土日休みだったらキャンプ行くよ。まだわかんないけど。予定では土日休みなのね。土日休みなのでキャンプ行こう。まあ今夜の一杯行こう。こんばんは。玉屋さんでもね。そんだけ、コメントはね、こちらの方で、スマホの方で見ようかな。スマホの方で。パソコンの方は、エンコーダーの画面でね。はい、どうもね。こんにちは。どうも。これで見れるか。で、今夜の一杯行こうか。遅くなっちゃったけど、どうもありがとうね。今夜の一杯行くよ。今もアルコールバーン使わないでしょ。まずかかった。こんにちは。玉井さん、どうもね。疲れたよ。こんにちは。疲れた。当然冷房入ってます。じゃあ、今日の一杯持ってくるね。今日の一杯。今日は赤猿行こうか。本格焼酎、本格焼酎赤猿、赤猿行きます。本日は赤猿行こう。赤猿ね、赤猿コップ持ってこう。どうも。あ、コメント見えてる？どうも。無理してありがとうね。だけど今夜は赤猿行くよ。赤猿、冷蔵庫壊れたの？よかった。パックもので、つまみはパックもの、パックもの、パックもの。今日はこれ、今日でかい方でいこうか。どうもね。今日はでかい方でいきます。でかい方で水割りいこうか。赤猿の水割り、水割り普通の水ね、これね。冷蔵水道水、水割りいこう。水割りこんぐらいでいいか。今日は水割りで、本日は水割り行くよ。ありがとうね。なんか、いい香りだな、やっぱ、ほんと、久々。こんなもんでいいかな。今日は水割り、はい、乾杯。で、今日はちなみにね、
同じくパッチの大根にんにんイカキムチピリ辛イカキムチってやつ、これ3パック入ってこれも300円になります。じゃあ1パックを買おう。昨日は塩辛でしょ、今日はイカキムチ、こんなやついこう。これ1個と水割りで、どうもありがとうね。あー疲れた。今夜これイカキムチね。と水割り。そうか。今日も疲れちゃった。簡単なもんで。夜が明けて仕事なんでね。いいね。どうも今日はイカキムチ。うん、そうじゃない、冷たい風の飲みたかったから暑かったんで。ああこれちょっと冷凍庫入れてないんでね、このまま出してるから。やっぱこれ瓶ってこれ中でこの買っちゃうから冷蔵庫入れにくいよね、瓶はね。うん、紙パックだったらさ四角いからさ入れやすいんだけどね。あれね、入れにくくて冷蔵庫入れなかったから。これ今度、うん、ちょっと片付けてくるからね。また明日、また今度ね。まだ4日まだ9月4日だから賞味期限ね。1パックだけでしょ。まあ、一応水割りで。え、うん、雨降ったらしょうがないけどね。雨降ったらしょうがない。でも天気はなそうだもんな。今日はイカキムチ。うん。イカキムチで水割り、ああ、よくない仕事だからね。いつも寝はさりげなく。松前漬けに感じたのはね、少しね、うん、昆布が入るとみんな松前漬けっぽいよね。昆布があるとイカと昆布とキムチか、味がキムチだから、うん、言わないよ、仕事あってのもんだもん。言わないよ、仕事あって飲んだ。仕事があるからださ、テント泊もできるんだよ。テント買ったりさ、バックパック買ったり、交通費も出せるし、仕事あってるもんだもん。それは、ね、仕事休んでもなんてできませんよ、そんなの。本末転倒よ。人間としてまずいよ、そういうの。仕事あってるもんだよ。うん。仕事あってるもん。仕事休みの時に、テント泊とすればいいんですよ。ね。仕事あってるもんだからね。当たり前だよね。うん。今年どうしようかな、年末年始ね。山はね、僕は行く場合ね、冬は、ね、でもどうし、夏場はどうしようかな。もう双葉も行きたいんだけどね、早く普通のキャンプも行ってみたい。どうしようかな、悩んじゃって。もう双葉にしようかな、どうしよう、うん、今回お盆休み、今天気いいもんね、今回ね。あ、どうも。今夜はね、ゆなさんどうも久しぶり。イカキムチ3パック入ってる。イカキムチ、人参とイカと昆布とか入ってキムチ、それつまみながらね、赤猿の水割り飲んでます。
うなさん久しぶりだね。声が。こんばんは。ゆなちゃんは夜の仕事とかだからね、この期間。夜が一緒なんかいろんな期間とだよね。普通の会社勤めじゃないからね、いろんな期間来てんだよね。まず2杯目いこうか。2杯目で終わる。今日は水割りです。これ冷蔵庫で冷やしておいた普通の水道水ね。水こんぐらい入れて、暑いからほんとこのぐらいしてちょっと冷蔵庫いっぱいでさ、ボトルが入らないんでね、水割りで。あ、ついに1本空いちゃった。この間これ1本はあれ日帰りデイキャンプの時に500のペットに入れて持ってったんですぐ開いちゃったね。うん、まあいいや、これおしまい。ちょうだいた。1本目開きました、赤だる。これ安かったんだな、500、900なんだけど、900の瓶。うちの駅前のスーパーで500円だもん。どうも。では、乾杯。安くていいや、これも。この間なんだっけ、おとといか赤坂堂で買っといたんだ。1個300円ぐらいのやつ。税込みで300円ぐらいかな。あれ200いくらで、ね。それ。これ2種類。昨日の塩辛と、イカチムチ2種類買っといて。だからしばらく大丈夫、その漫画的に。これならさ、遅い時なんかこれだけつまんでいいもんね。どうも。どうも。玉露さん、今夜イカキムチ、パックのイカキムチで水割り飲んでますね。今ちょうど コメントはスマホで見てます。まあパソコンはね OBS 対局っていうエンコーダーソフトを出して、一応配信とさ時間差あるでしょ。あれだからコメント、それで、今何を打つか分かるように、パソコンではエンコーダーで、コメントの方はスマホ、それで顔を置くと動いてるわけで。買わないよ、水道水でお金払ってんだ、東京都に僕は。買ってるよ、そうだ、東京都にお金、水道料金払ってっからね、僕はね。でも安いもんだ、それで。3000円弱ぐらいでしょ、大体。3000円前後か ?2 ヶ月で。2、3000円か。だいたい2000円いくらか、ね、考えで1ヶ月あたり1000円超でしょ。考えで安いよね、東京都ね。いろいろ水使ってさ、シャワーも浴びたり料理全部込みだもんね。それで1000円超だもんね。考えたら水道水が一番光熱費はお得だよね。うん、うん、もう一応うちのお風呂は沸かせないお風呂だからさ、湯船は立たさないけど、毎日シャワーを浴びてっからさ、あれも水使ったもんな。うん、洗濯機だってそうでしょ、あれ全部と。あれ込みだもんな。で、それで1ヶ月だったら1000円ちょいでしょ、1000数百円だもんな。1500円前後。1ヶ月おきだからさ、支払いはね。まあ考えたら、多く見て1500円と思っても。まあ結構水道料金ってお得だよな。高いよね。2リットルだったら、ほんと考えてほしいよね。シャワーなんかだったらさ、どうなの使ったらさ、あっという間でしょ、2リットルなんかね。うん。風呂でさ、ね。そう思えば、毎日も当然ね、仕事が変わったらさ、風呂場でシャワーでさ、汚れ落としてっからね。考えたらそうだよな。
頭洗って体洗ったらあっという間使っちゃうもんな。まあいいや、もうだから、それだ天然水買う人って水道料金ってやっぱ払ってないのかね、やっぱ。まあ余裕ある人だろうな、ちょっと。まあすごいもんね、スーパーで赤蓋取りにあるもんね、あれ。容器を買えばさ、あれ、よくあるじゃん、水をなんか、ミネラルウォーターを持って帰るってやつ。容器代を取るだけってやつ。ね。あるよね、いろんなところで。ね、いろんなスーパーでさ。あ、すごい、すごいなと思う。そこまでしない、僕は。水道水で満足。ザーメン？ごめんなさい。ザーメン。ちょっと。ザーメンってあれってわかんないじゃん。ザーメンじゃない。そう、有村架純ちゃんだ。あの子かわいいね。有村架純ちゃんね。あの子、ひよっこいの。あの子かわいい。あんな子しゃぶってほしいよね。あ、今日なんか NHK であったんでしょ？番組、特番がね。先生で教養してるんですってね。サザンオールスターズとね。あと、あそこまでして水買おうと思わない。これもあれ、ペットボトル、空いた容器で水道水入れて冷蔵庫で冷やしてる。それで十分。服はどうだろうね、僕。気にしないな、僕。いつずっと石鹸だもん、わかんないよ。気にしない、そういう細かいの。細かいの気にしない、僕。気にしない、細かいの。もう、あとわずか。ちょうどいいな、これ、ショットいっぱい。今日はイカキムチでした。仕事今日は遅かったしさ、ね、暑いからさ、もうゴルバーナー使わない。まあ、おいくいただきました。今日は一回締め切り。そうよ、お前じゃん。水割りだよ、ほんと。水割りになってて、水道、水入れて、これ、芋焼酎入れてっからさ、水割りです。間違いないよ、水割り。で、これは安かった。これで500円だもんな、あれ、赤札堂でさ。注釈何度も見せるけどさ。ね、本格焼酎、こんなやつだよ。注釈入って、これ税込み900円だったんだ。あの、1万円の赤札堂で。えって。普通、あ、違うよ、500円、500円。普通1000円近いよね。800円から1000円ぐらいするんでしょ、これなの。注釈だったらさ、ね。ね、買っちゃった、ほんと。ね。でも、ガンモさんとも、今日はね、本格焼酎赤樽の、ね、水割りです。そう、遅くなっちゃったからさ、ね。でも、遅くありがとうね。疲れた。いつもコメントありがとうね、金ポ、あれ、金ポさんとかね。いぎ来る人さんとかコメントありがとう。見てからね。学校バリガーラーの名前の由来わかんないもん。検索してしたけどよくわかんないよ。あんまわかりやすいさじゃないね。学校橋ガーラの名前の由来で検索してもね、よくわかんなかった。ごめんなさい。でも学校はないんだよな、あそこ。なんだわかんない、僕。ごめんね、全然わかんない。学校橋ガーラの名前の由来わかりませんでした。ね。検索してみたんだけど、よく、すぐには見つからなかった。細かくさ、いろんなサイトをさ、学校橋ガーラの名前の由来で検索してさ、
一つ、サイトをチェックして細かくすればわかるかもしんないけどさ、そんな時間ないからさ、ごめんなさいね。なんだかわかんない。学校橋ガーラっていうのあるかもね。ときがわね。ランダムに流れているときがわっていうところの河原が学校橋。橋がそうなんだよね。多分橋だと思うんだよ、ちょっとパッと見。橋が学校橋ってなんで、そこの河原だから。学校はあったけど、それはちょっとわかんない。聞かなかったら聞かないよ。ありがとう。余裕ない、お金に余裕ないから僕はさ、外で飲めないんだよ。安いもん、これ家で飲めばさ。ねえ、外だったらさ、一杯飲んだだけでもそこすごいもんな。うまかったな、これ。イカチムチ。あとまだ2パックある。うまかった。今日イカチムチ。変わった決め台ですね、水道橋ね。あれ、東京ドーム、後楽園の最寄り駅ね。水道橋。まあ、水道橋、橋が、その辺、橋があるもんね。水道橋、隣は飯田橋だったり。神田川沿いの橋なんだろうな、ちょっとなるね。ちょっとね。水道橋、飯田橋。ね。昔僕はあそこ、大津文京区住んでたからさ。文京区役所はさ、あれ、水道橋の近くだったからな、文京区役所。文京区役所ね。どうも。お互い、家さんどうもね。お互い様にお疲れ様ね。買わない。僕は買わなかった。宝くじ買わない。宝くじ買わないやんな。まあもう、もらったらさ、喜んでもらうけどさ、自分から買わないな、宝くじなんか。めんどくさい。結局、ギャンブル性だからあるもんな。僕の親もそう、親がバカみたいに買って、その影響もあるんだろうな。僕の父親という人がさ、バカみたいに宝、そう、ギャンブル宝くじをね、2万とか3万かけてたから。あの影響もあるかもしれないし、もういいやって感じで。当たりもしねえのにさ、3万とか買ったな。もう買わない。聖橋はお茶の水ね。お茶の水の秋葉原よりね。そうよ、聖橋。あれは湯島聖堂あんじゃね。儒教の湯島聖堂とニコライ堂、ギリシャ正教の、そういうとこあった。そっからそういう聖橋になった感じね。あそこね。湯島聖堂とかニコライ堂の方のお茶の水の橋が聖橋。反対側はお茶の水橋、お茶の水橋っていうわけよ。東京医科歯科大学が駅前の秋の方の橋はお茶の水橋ね。聖橋は反対側、秋葉原寄りの方ね。ああ、疲れた。じゃ、これでも今日はこれでおしまい。また明日、もう1時半か、もうあったね。もう遅いから、今日はこれで終わるね。ありがとうね。おやすみなさいね。おやすみなさい。今日はイカチムシで水割りでした。芋焼酎の水割り飲みました。おやすみ。
世代だとそうですよ、親は。僕の親の世代だとそうじゃない、あれ。昭和初期の生まれの人ってさ、大体ね。1万5000円安い方だよな。僕の父親なんかさ、3万とか買ってたもんな、バカみたいに。だって東京に住んでその辺はそんぐらいわかるよ、あれ。お茶の水とか、もう電車、車乗んないもん。電車とは好きっ子だったら大体わかるよ。餃子だもん。一気じゃないけど、だから地元だからわかるの。地元だからね。地元でも車とか乗ってる人はわかんないだろうけど、僕はさ、公共交通よく使ってるからさ、地元で。そんぐらいわかるよ。あ、コメントありがとうね。さ、今、さえたけどごめんなさい。僕は寝ないと、夜が明けて仕事だからさ。ごめんね。また明日も仕事から帰宅次第ね。おやすみなさいね。はい、おやすみ。コメントありがとうね。内配信ちょうど30分できた。どうも、おやすみなさい。で、終わります。じゃあ、YouTube ライブ終わりました。YouTube ライブ終わりました。で、どうしようかな。じゃあ、最後、これで、フリーで。ちょっともう一回、早く街の明かり歌って終わろうかな。街の明かり歌って。じゃあ今夜も最後に街の明かり歌って終わりにしたいと思います。まあ、スティッカーも流れてます。どうも。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮がした後の暗い海のように触れる肩のぬくもり感じながら話をもっともっとできるならば今はそれでいいさ。雪で曇る窓に書いた後の君の名前指でたどり後の言葉迷いながらそっと言った街の明かりキラキラあれは何をささやく愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い甘い涙誘いながらそしてまた街の明かりキラキラあれは何をささやく愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よはい今夜もね最後はね街の明かりでしたどうも大丈夫分かってから適当に大丈夫好きなこと書いていいからねだ適当に流してから大丈夫よ。ありがとうね。玉井さんありがとう。どうもね。おやすみなさい。終わります。ではまた。明日以降も終わろうかな。ではまたね。はい。ではこっちも。
はい、終わろうか。どうだ。今日は女しなくてよかった。